日本の印刷のルーツですから、木版画がなかったらば本当に皆さん読み書きもできなかったと思うので、全ての印刷物は全部木版画でずっとこうやっていたわけですよね。あの浮世絵版画、これがもう本当の基礎基盤、源流となって今の仕事がありますから、浮世絵版画をまずきちんと仕事として行うこと、それと同時に、浮世っていうのはあの江戸時代は今皆さんが生活している日々の様子を絵にしたものなの、絵にしたものなんで、今この令和の時代に、まあ、求められている、絵ですかね、作品、例えばアニメーションですとか、それから、浮世版画にとどまらず建築家のデッサンですとか、イラストレーターたちの絵ですとか、彫刻家のものですとか、まあ、今の生活様式に合うような、アートとかインテリアになるものを作っています。私どもの仕事は二次元平面の仕事ですよね。それを私はね、なんとか立体にしたいっていつも考えてたんですね。でもなかなか立体にはなり得ないんですけども、それを、まあ、ちょっと試みたものはいくつかあります。マスの中にこう張り込んでみたりとか、皆さん興味を持ったりとかですね、生活の中で使ってみたいなというものが一つでもあったら、まずねお財布を開いて買っていただきたい。一つでも買っていただくって、それをこう生活の中で使ってみたり、身近で置くことがどんなに豊かであるかとかっていう心の豊かさをまず感じ取ってほしい。昔は羽子板市っていうよりも都市の市としてあったんですよ。でそれで、まあ他のものがなくなって羽子板がまあ結構売れるようになってきたんで、羽子板市という形で、やるようになって、今の形は、戦後すぐです。コレクションしてる人も結構いるんですよ。毎年1本ずつこう増やしていくという、それとお土産に買っていくというのと、あとはやっぱり一番多いのは女の子が生まれて、お正月に向けて飾るための羽子板をくれに買い求めに来るっていうお客様が多いですね。昔はね結構大きいのが出てたんです。ただだんだん住宅事情で飾る場所がないとか、まあ、マンション住まいの方なんかもそういうことでサイズも全然小さくなってます。羽子板ってそもそも歌舞伎が流行りだして、江戸時代にね舞台風景を描いて教えと羽子板と合体しまして、それで今のみたいな形になってもやるんですけど、もそれは売り物ではなくて、まあ、見せるものとして見ていただくものとしてやるんで、これ日本独特のものなんで、まあ、羽子板の起源みたいなものもありますし、そういうものをまあ理解していただけて求めていただければいいかなと思います。